あの巫女、こんなとこに呼び出して何の用だよ。待てレム、お賽銭をよこせ。お賽銭くださいますか。続けるから。これはまだアクレレームが幼くて人食い妖怪が大きかった頃のお話。虫取りだ。そう、今日はレームと虫取りの約束してたんだけど、そうしたら里の方から急に妖怪退治のイラが来たのよ。てことで、私の代わりにあんたがレームと虫取りに行ってちょうだい。なんで私が。なんてって、子供一人で出歩かせたら人食い妖怪に襲われるでしょ。私もその人食い妖怪なんだけどな。まあ、てことでよろしくね。その格好で行くの。当たり前でしょ。行ってきます。おい、行ってらっしゃい。なんていうか、お前の母ちゃんひどいな。うんうん、いや、褒めてねえから。ああ、そういうわけで虫取りだ。おお、何取る何取る。セミが、蝶が、うなぎが。うなぎ、うなぎ、おいしい。ゲームは甘いな。え、甘いのが。いいか、私たちが捕まるのはそんな雑魚じゃない。雑魚じゃないのか。あ、カブトムシだ。おお、カブトムシか。ってなんだ、虫か。うん、君には一回いろいろと教えないといけなさそうだな。いいか、レーム、カブトムシってのはな、一気の樹液に誘われてやってくるんだ。あれ、だからその樹液を見つければ。おいしい。まったく、どうしてハクレームにこんな意地が張ってるんだ。ほら見ろ、レーム。ちゃん、クワガタムシだ。自分の力で取りな。おお、うん、頑張れ。ちょっと、よーし、そんなレームで取っ
っておきの技を伝授して死んぜよ。金でしょ。そうな